こんにちは。主食はお米です。今回、3種類の新カードが追加されていますが、どれも優秀で、何を引くか、かなり迷いました。その中で、水属性の、戒めの生命を狙うことにしました。理由として、合体カードだということ。要は金に、このアカウントで所持していない、バニーラヤが入っていることです。それでは、このカードのスキルを簡単に、説明します。生命は、複数化合体カードで、ステータスが高いほど、威力が上昇します。味方全体のステータス合計が、プラスの時には、発動回数が4回になります。デバフのひどい、スペダンだと、使いにくいかもしれませんが、コロシアムだと、ワンチャンあると、思います。個分スキルも、割と優秀で、長期戦になればなるほど、威力が上昇します。それでは、ガチャを、回していきたいと、思います。いつものごとく、一発ツモは、なかったわら。いやあ、光りませんねー。と、言ってたら、初ピキン。まあ、こんなもんでしょうねー。連続ピキンですかわら。題名は、戒めの生命狙いにしていますが、バニーラヤが欲しいので、要は気が出やすい法則を、利用していますわら。今回は、割と、光る感じ。光っても、出ませんけどねー。ちょっとだけ、流れが弱ら。皆さん、マックス引いてるんかなちなみに、余談になりますが、今回の水ガチャは、バチレバ生命確定です。両脇は、ノーマルガチャと同じエフェクトで、出現するので、バチりません。次でないと、1回目の確率負けですわら。ですよねー。と、思い込ませての、当たり？うねー、絞りすぎやー。
当、おかしいやろわら。要は聞きたー、そっちですかわら。全然使えるカードなので良いですがわら。再度、要は聞きたー。いやー、一応、要は奇策戦成功。嬉しいですが、まだまだ、タイトルの通り、生命を狙っていきます。ガチャ25回回して、狙いカードが出ていません。何か、SS が1枚出るまで、延長します。私の場合、延長戦は、5回以内に、出ることが多いです。いやいや、運営、本当に、絞りすぎじゃね？おかしいだろう。いやいや、まだ冬のボーナス回収。早いでしょわら。選抜ガチャで、ここまで引くのは久々ですが、これで、出ないと、きついわら。
本当に、生命が、入っているのか、疑いたくなるわら。ガチャ50回超えそうな、勢いなんですがわら。いや、マジ、勘弁してわら。ガックし。2枚目の、バニーライアです。古文も使えるので、当たりではあるのですが。生命、カムバーグー。